サントゥアンはフランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。サントゥアンはパリ郊外にある。コミューンの南部でパリ17区、パリ18区と接しており、ポルト・サントゥアンを通じて往来が可能である。西側のクリシーや東側のサンドニとともに、歴史的なペード・フランス地方の南の一部である。1860年、アドルフ・ティエールが築いた、 防衛用の支壁であるティエールの城壁の内側にあったコミューンはパリに併合された。この時、かつて独立したコミューンであったモンマルトル及びラシャペルの各一部が支壁の外側にあったことから、これらの領域がサントゥアンに併合された。欧州以外のマグリブ諸国やサブサハラアフリカからの移民に加えて中近東からの移民も増加し、セーヌサンドに地域一体がそうであるように、 近年では深刻な文化摩擦、失業人口の増加、薬物自販など、サントゥアンの治安も混沌としている。コミューンの名は、ビッタ・クリッピア君で指揮をしたルーアン指教であった、セイブアンに由来する。イングランドでは、聖王ンと呼ばれた聖人の遺物はカンタベリーへ運ばれた。聖人のラテン語名はアディネスなどと言い,い、サントゥアン住民がオドニアンと自称するのはこのためである。 686年に成人が起点後、ウアンが暮らした家は巡礼地となり、小さな村は信仰の中心地となっていった。メロビング町時代、王家のビラが建てられてからサントゥアンの歴史が始まった。ダゴベル島時代の名をクリッピアクムと言った。フランス革命中の1793年、コミューンの名はバンシュルセーヌと改名された。1830年、 川港とドックが完成した。これにより、サントゥアンは川の駅として目覚ましい経済発展を始めた。1862年に、これらはパリ北駅やパリ東駅へ向かうプティト・サンチュールと連結された。化学工業、金属化工業が伸びて、工芸機は第一次世界大戦末期まで続いた。 1960年代から1980年代まで産業の空洞化を経験し、経済基盤が一新された。現在はコミューン内に3万2000人を雇用する3300カ所の事業所がある。ロシアのテレビ番組が見たフランス YouTube ハットレ、マーシェオプセスウェインプランティシュールエル、インプラスメントデアンスイエングレイシャーステセイント。 応援、エルフォーナセイアントオトラフはユヌグランデパーティでラグラース、ユタライジアパリ、セグレイシャースカンシスタイアントイエヌンプイで10、ミターズでプロウフォンタイデンーイで33ミターズでダイミター、オンワイ、ファブリケイでラグラスパールでプロスでやるタフィシエルズ。ありがとうございます。